ちょっと話さ変わるんやけどさ、俺あやおに会いたいと思ったのがさ、能登、うん、で自給自足してる女の子がいるって、うん、俺も自給自足したいから、うん、マジかと思ってきたの、うん、でさ実際にさこの前会った時もさこう半自給自足しててっていう話聞いたんだけど、うん、もう一回さ半自給自足の話聞いてもいい？うん、ね、うん、まあ基本、まあ、畑はやってるから、うん、まあ、野菜は割と自分で育てれるけど、うん、まあ、そんなに、うん、めっちゃ畑やりてーみたいな感じの人じゃなくて、うん、まあ、自分で食べるもの好きだからし、まあ、そっちの方が美味しいからやってるぐらいの感じで、うん、米はなんかこっち来てから280キロいろんな人からもらってて、そもうでもなんか「あや米取れたぞ」って持ってきてくれるわけじゃないでしょ。なんか「米欲しい」って言ったらくれるんだよね米農家さんが米農家さんそうだね、うん、う農家さんじゃなくてもなんか取れるんで余ってるからあげるって。そうなの？そうすごいね。あと泊まりに来て、うん、なんか欲しいもんあるみたいな米って言うと、うん、米くれたりとか、うん、そうその辺なんかちょっと手伝い島とかでなんかちょっとなんか人手足りない時に手伝いに行って、うん、そしたら、まあ、それもバイトで行くんだけど、うん、まあ、時給1000円じゃん、うん、だけどその3倍ぐらいの量の野菜もらえるみたいな例えばブルーベリー農家さんで手伝ってって言われて、はい、2時間もうブルーベリーを半分食べながら半分なんか入れるだけみたいな2時間やった後にダンボールこのくらいにボギャーンって大量にもらって、ああもうそれから1回行っただけですれ違うだけで大量に米と野菜がもらえるみたいな配給システムすげえな。そうとかそのバイト、うん、行ってるところも、まあ、自給自足半自給自足だから、うん、まあ、そこでも米も野菜ももらえるし、うん、まあ、こうやって来たらいろんな、うん、全国からいろんなお土産もらえるみたいな、はい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 、でなんか送られてきたりとかもするから、うんうん、それが自給自足ってか多給自足なんだけど、すごいね。多給自足って言ってもみんなはよく分かんないから、うんうん、自給自足って言ってるけど、あなるほどね、うん、それってやっぱさ、あやおのこう人柄とかそういうのが合ってたなって聞いて思ったんだけど、それ多分田舎ならではってのもあるよね。てかね、余ってっかね、基本的に余ってるから田舎は。そう、例えばさ、うん、オイルサーディンとかさ、うん、まあイワシさ10匹100円なわけでさ、それ今1瓶さ5匹ぐらいで作れるじゃん、うん、まあ原価50円ぐらいで作るって、うん、でうん、まあ手間はかかってるけど、うん、まあ、それ作るとさみんなさ食ったことないじゃんオイルサーディンなんて、うん、でなんでそれみたいなであげるじゃんでさうまいなってなってそしたらなんか返さなきゃいけないってなるんで田舎の人は絶対にでそうすると5倍ぐらいのいいものがもらえるすごいそう価値が大きくなって帰ってくるんだ。そうそうそう、まあ、でもある意味ねその田舎の方々は食べたことがないっていう価値をもらってそうそうそうっていうことね。うん、すごいね、ウィンウィンだ、うん、そうなんや。それやっぱしなんだろう、都会じゃでもなかなかそうはならないなって話聞いててやっぱし思うから、まあ、田舎ならではというか、都会でただでさ物をあげるって文化あんまなくない？ないね、確かにね。物をあげて物が返ってくって文化があんまないけど、基本的にお金返するよね、うん、こっちは物をあげたら物返ってくるし、あなんか若い子が住んでるだけで価値あるやん基本、まあ、田舎ってそうね、うんうん、でかつなんか自分でなんかそう作ったものをもらえるとなんか嬉しい。なんか例えばどっかお土産行って買ってきましただと全然喜んでくれないんだけど、うんうんうん、なんかちょっと作ったおかず余ったんでどうぞっていうのだとめっちゃ喜んでくれて、そうそうそう、なんかハイカラなものよりなんかちょっと自分は食べたことないけどこの島の食材でなんか作りましたみたいなの方が全然喜んでくる。へー、そうなんだ。それをこういろいろやあのなんだろう持ってったりして話しながら、あこっちの方が喜んでくれてんなっていうのに気づき始めたんだ。うん、うーん、そうなんだ。もう実際じゃあ食べ物には困んないね、うん、米そんだけあったら。まあね、そんなに米はまあ自給自動配給システムで、うん、野菜は
この時期はちょうど何にもないんだよ。だからそもそもなんか豆とかさ、うん、豆ぐらいじゃん今時期的に、うん、だから何もなくないから、うん、山菜もちょうど終わってた時だからかもないけど、それ以外の時期はなんかある。うーん、逆にさ、その逆にじゃないけど冬とかってまあ保存食で生きても、そうだね。主に何食べてんの冬って。冬って何食べてんの。大根、白菜。ああ、まあそうだよね、うん、俺もねモバイルハウス作ってるのにそういえばそうだったわ、うん、もうねひたすらもう米より多分白菜と大根食ってた、うん、主食みたいな。しかも長持ちするしね。うん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 。あと家もね畑やってるから家からも大量に送られてくる。あ、実家からも。うん、へえ、そうなんや。で魚安いから、うん、肉より全然安いからさ、うんうんうん、てか野菜より安いから、うん、もはやね。そう、人が来るときは魚食って、まあ一人でやるのめんどくさいから、うんうん、人が来ただけだけど、うんうんうん、あと肉そんなとうち食べなくて、うんうん、鶏もも以外そんな、あ、鶏以外そんなだから、うん、と業務用スーパーであの2キロの鶏もも肉を買ってそれを小分けにして食べてる、うん、なるほどね。もともとそんなに肉はまあいいやみたいな、うん、なんか腹壊すかな。あ、体に合わねえんだ。そう、うん、なるほどね、単純にね。まああとなんか、まあ、豚とかさ、まあ、牛はそこまでだけど豚とかめっちゃ頭いいやん、うんうん、まあ、3歳児ぐらいに知能持ってるやん。あ、そうなんだ。そうだよ。え、牛より豚の方が賢いこと。豚はね結構ね、トップクラスで頭いい。あ、そうなんだ。犬より頭いいんだよ。マジで。そうだよ。だからまあそういうのを考えると、うん、まあ、一人でも食わないやつがいたら一匹でもなんか助かるだろうみたいな。なるほどね。なるほど、うん、まあ、ニワトリはバカだからいいやんって感じ。てか肉食いたいしね、そもそも。うんうんうん、まあ、ニワトリはさせんって感じ、うん、でもなんかイノシシはやりたいけど、おう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 、まあ、イノシシとかは本当に頭いいから、本当に3歳児ぐらいの知能持ってるから。そうなんだね。なんかもうあれだよね、結構食べこう畑とかも被害に遭うとうまくやられるっていうか、うん、こんな風に入ってくるんだ、まあ、てかどうせさ、なんか人間のエゴで殺されるから、うん、まあ、人間の方が偉いっていう人間のエゴで、うん、どうせ殺されるならもう捨てられてるからさ、うんうん、完全にゴミとして埋められてるから、うん、まあ、ずっとだったら食った方がいいなって。あ、そういうことね、うん、なるほどね。まあ、まだやったことないけど、おうおう、これからやりたいなっていうことの一つなんだ。うーん、別にそれが商売とかじゃなくて自分の分だけでも、うん、うん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 。なんで自給自足したい、自給自足したいっていうのはもともとあったの。うーん、そんなにない。そんなにないんだ。たまたま結果的にそういう風になったんだ。うーん、お金を稼ぐのが嫌いだから、うん、苦手だから、うん、お金が生活、お金を使わない生活ってなると、うん、自炊じゃん、うんうん、で、まあ、自炊ってかスーパーで買うと金かかるやんそうだね、作ればただやん、うん、取ってこればただじゃん、うん、っていう。そっち、なるほどね。自分で、うん、そのコストを抑えたかったんだね。そう、うん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 。しかもそっちの方が楽しいし、うんうん、面白い。だからなんか自分で育てた美味しい野菜が食べてみたいんですみたいな人とはマインドが違うなるほどね。そう、あん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 、あんね、めちゃめちゃわかる。俺も家自分で作ったの、うん、コスト抑えたいから で、うん、で今家、まあ、一応作ったじゃん、うん、次食べ物だなってめっちゃ感じてる。あ、うん、食べ物をのコスト抑えたいなと思って、うん、じゃあ例えばさ、まあ、虫食ったの話じゃないけど、うん、そうやってさ食えるものを増やしてったり、うん、食べれるものを知識つけたら、うん、コスト落ちちゃねみたいなね。屋根の上でなんかするそれね、面白いかもしれない、うん、屋根の上でうん、ラディッシュぐらいならできんじゃない。ああ、ラディッシュってあのちょっと苦い葉っぱ。違う、赤い大根、ちっちゃい。ああ、20日でできるよ。そんなすぐできんの。うん、あとはうん、まあ、シソとか
バジルとか。おシソ持ってていい。いいんだ、うん。あとはね、根っこ生えないと結構しんどいからな。なんだろう。その連植物はね。あれ、まあでもサニーレタス系ぐらいならいけるかも。ああ、なんかね多分。ベビーリーフとか。きっとあのあんまし高くならないやつがいいなって思ってて、なんていうかさ、うん、風吹くから。ああ。そう、運転するじゃん。そしたらまああと時速5、60キロの風が吹き続けるわけじゃん。結構奴らにとってはしんどいと思うんだよね。確かに。ひーみたいな、助けてってなるから。確かに。まあ超面白いけんね。後ろの人が葉っぱ振ってくるみたいな運転してたら。確かにそうだな。うん、あでもそうね。今その移動できることのメリットデメリットで言うと。やっぱりそうやって身軽だし、あの好きな時に好きな場所行けるっていうのもすごい大きいけど、うんうん、やっぱ固定することの大きな強みっていうのも動くからこそ感じるかも、うん、なるほどね。いやもう一個聞きたいことなんだけど、はい、面白い大人になりたいっていうのは結構こう重要なポイントになってじゃん、うん、それはやっぱさっき話してた、うん、リリ戦行った時のエピソードが大きいの。うん、